はい、皆様、こんばんは、タケオでございます。ね、シーズンとシーズンの間のガチャ更新のもう恒例行事になりましたね。今回もガチャを引きます。ね、ついに来ましたね。今回のガチャ更新で、こいつが来ましたよ、こいつ。せーの、じゃん。ね、サイクロマグナム来ました。これはね、フルカウルミニ四駆の25周年記念で、発売されたサイクロマグナムのキットなんですけど、白 TZ シャーシスですよね。ね。というわけで、今回のガシャを見ていきましょう。ガシャ。はい。今回のガシャがですね、このサイクロンマグナムと、スーパー TZ シャーシの白と、いうことで、今回のこのキットのような感じのものでございますね。はい。多分これ意識してるんちゃうかな。ね、おそらくですけども。はい。僕の完全な予想です。ね。というわけで、今回の注目商品を見ていきましょう。はい。まあ、もうサイクロンマグナム、これですよね。これボディ特性がね、スピードプラスとかじゃなくて、もうカットビマシンって書いてるんですよね。この性能が読めませんね。多分スピードプラスの上位互換とかなのかなとか考えたりしますけども。続きまして、マンタレージュニア。オフロード特攻アップと書いておりますね。これは何すかね、今後出てくるであろう、ね、芝とか、そういうところに強いものなんですかね。はい。で、こちらのスーパー TZ シャーシと。で、まあ、やっぱりね、ローラーベースが長いということで、やっぱりストレート重視で来ましたね。はい。で、今回、スーパー TZ シャーシの白と白も欲しいところなんですけども、これガチャのね、ラインナップ見てみると、見ていくと、まあ、スーパー TZ シャーシ、この白と白あるんですけども、これね、星3とかでも、スーパー TZ シャーシの黒と黒が追加されてるんですよね。で、下まで行くと、これ、スーパー TZ シャーシの、星にも追加されてるんですよね。はい。サイレント追加されてます。というわけでね、TZ はもう最後当たらなくても、後々黒が引けると信じまして、今回はなんとかサイクロンマグナムを当てたいということでございます。ね。では、行きましょうか。お願いします。今回はね、10連ガシャ最大4回まで行きますんで、なんとかこの間にサイクロンマグナムが出てほしいところですね。あとね、副産物としてゴールドターミナルが当たればもう僕は万々歳です。行きましょう。ゴー!お願いします。ゴー!さあ、どうなるか?さあ、ゴーくん、お願いします!さあ、まず演出が欲しいね、演出が。さあ、一発目。さあ、ここで、あ、来た!やばい!やばい、演出が、演出が、なかったー。これはまずいなー。幸先が悪い。ガチャの連敗記録がね、この動画の時のガチャってすごい、なんか勝率悪いんですよね。もうスキップしますね。うわぁ、これはひどい。2回目行きましょう。お願いします。まあまあ、まだね、10年目ですから、行きましょう。お願いします。サイクロンボディ来い。さあ、四クロウ様お願いします。さあ、一発目。うわぁ、やばい。ここで来てもたか。いや、まだね、わかりませんか。まだわかりませんからね。マジか、ちょっと幸先悪いですね。確定数が来ないなぁ。はい。これはちょっとね、金やったんで最後まで行きましょう。あかんっぽいなぁ。スーパータイプ1。はい、緑。おぉ、TZ 来ましたね、星さん。まあ、これは良しとしましょう。はい、ダイケワイド。はい、ワンウェイ。ショーケータイプ、リアですね。スパイクタイヤ。わぁ、これあかんな。あー、はい。あ、これはまずいな。これはまずいな。やばいな。20連して星4、0。やばいな。いや、まだ2回ありますからね。行きましょう。お願いします。頼む。この動画中になんとか当てたい。お、金来ました。よし。お願いします。これは確率高いよ。お、一発目から虹。来ましたね。さあ、お願いします。こっからですよ。
今回なんとね、ピックアップが 3% ありますんで、なんとか当てたい。お願いします。さあ、圧倒的勝利来ましたよ。はい、まあ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 、一発目はね、はい、あー、まあ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 、起きた。あー、マンタレーマンタレーかよー。まあまあ、わかりませんから、まだね。うん、はい、スーパーマン、はい、ティーセット、ティーセットよく当たるな。はい、スポンジタイヤ、うおー、スポンジタイヤ、うおースリックタイヤ、あー来ない、ステビステー、あー、やばい、あ、マジか、くそ、あー、一番いらんのやって、あー、また一番ね、狙ってなかったやつ来たね。行きましょう、最後お願いします、ほんまお願いします。あー、欲しい、サイクロン。さあ、ゴー君お願いしますよ、まず確定演出が欲しい。さあ、いけー、ということで、うわー、やばい、これはやばい、これはやばいな、ふー、マジかー、これはやばいなこれはきついな、もうこれどうしよう、多分望みないっすよね、スキップしますね、もううわ、マジかー、これはショックやなー、40連やって星音1個やばいなー、動画撮ってる時のこれ勝率低すぎますね。あと3回引けるんでちょっと言っときましょうか、お願いします。やばいなこれは。おお、金さあ、なんとかください、お願いします。さあ、お願いしますよ、最低ということで、さあ来いよ、着地からの、おし、お願いしますよ、なんとかなんとかなんとか、サイクロン、よいしょ、目つぶってます、僕目つぶってます、はい、おっしゃー、おっしゃ、よかったー、報われたー、あー、よかったー、まあ、ティーセットも当たりましたしね、いやー、よかった、サイクロン来たー、嬉しい、これは嬉しい、なんとか今までの40連が報われましたね、よしよし。ではですね、ちょっとマシンでアイテムリスト、ちょっと TZ の性能とちょっと合わせて見てみましょうか。あー、嬉しいなー、久しぶりのね、あの動画内でのガシャ勝利ですね。前ね、ブレーキね、あって全然あかんかったんですけど、あの後にね、動画撮ってない時に10連引いたらソフトもハードも両方来たんですよね、10連で同時に。ちょっと動画と相性がよ、悪、動画の時と相性が悪かったんですけど、今回はなんとか弾けてよかったっす。さあさあさあと。TZ は、TZ これね。はい。一個開封しましょう。はい。開封して、マンタレもね、見ときましょうかね。開封。はい。ではですね、アイテムリスト。開封済みのボディではね、まず、マンタレーですね。お、スピード、完全スピード売りですね。スピード売りのオフロード仕様というものでございます。オフロードを持つパーツの性能がアップするということなんで、まあ、スパイクタイヤと一緒に使うと、より効果が上がるというものでしょうね。はい、ではお待ちかねのこれですね、サイクロン、サイクロン、どこ行った、サイクロンいましたね。スピード20、まあ、スピード性能は変わ、この数値的には変わんないですけど、パワーとコーナー安定が少しずつあるというものですね。まあ、なんといってもこれね、カットビーマシン。マシンの最高速度がとても大きく上がるということですね。ね。では最後に TZ シャーシ見ましょうか。結構スピードとパワーのバランスがいいですね。もう全体的にバランスいいですね。スタミナ耐久もそこそこあって。で、スキル、スラストが、お、8度。これスーパーワンと一緒ですね。はい、8度のスラスト。で、バウンド耐性が、バウンド抑制ってこれ、精神100。
はい、ギア相性は、最初から800となってますね。ではではでは、うん、こんなところかな。はい、ということでございました。久しぶりにね、欲しいパーツを当てることができました。よし、ね、もうこのキットを持ってた方がいいかな。はい、というわけでね、今回は以上でございます。またね、今までの、スピードプラスと、このカットインマシン今比較してみたとかいうのもねやってみたいと思いますので、ご期待してお待ちいただけたらなと思います。というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。